Coming. Yes, hello. Um, welcome. 皆様、こんにちは。今年のパーラメンタリーラウンドテーブルにようこそお越しくださいました。私はトナス・シュナイダーと申します。スイス政府で働いております。で、この度、今司会にをいただきました。 非常に喜んでおりますあの今回のディスカッションのファシリテーターということでまあこれは議員だけではなく他のデジタルガバナンスに関係している方々の懇談会ですパーラメンタリートラックというのは IGF で長年にわたって どどんどんと進化してまいりましたというのは人々が政府市民社会そしてビジネスとそして技術コミュニティだけが役割を持つのではなくパラメンタリアンつまり議員もとても重要な役割を持っていると,とつまりルールを設定する社会のデジタルガバナンスそしてそれ以外のルールを設定する立法化を 参加するべきだということになりましたで、今回のパーラメンタリートラックには一連のイベントがあってこれもその一つですが私たちの望むインターネットのためのデジタルトラストの形成、えー、そして立法府それから議員があのそれに対して果たせる役割ということですトラストというのは全てのデジタルの問題に重要ですが特に 新しいテクノロジーであるアルゴリズムとかあるいは人工知能のシステムなどについても、それからデータについても非常に信頼は重要です。データはとても重要なリソースです。でもトラスト、信頼なしではデータを活用することも難しいということです。あ、まだ準備ができていないということですね。ではちょっと待ちます。あの皆様。 じゃああの準備ができたらサインを出していただけますか要するにあの調子の皆様方がまだ全員集まっていないということでしたありがとうございます。どうやらあの皆さんどんどんとこの方に入ってきてわわ笑ったりお互いに笑顔で挨拶をしたりコンピューターを見たりとかあのとても上から見ていて楽しい光景です。 セッ kind of ウィン・サーフさんがヘッドホンでどんな音楽を聴いているのかなってみんな考えてたんですが1970年代初めの,あのヒッピー音楽ですかそれはサーフさんそれともアルゴリズムを聴いてらっしゃるんでしょうか <laughs> 私は 年前以前以の音楽ですかが大好きです,ですからインターネットをまあ創作されたのはやはりそういったロジックあのに従ったような音楽を聴いていらっしゃるのであのようなロジカルなものを作ることができたということでしょうか。では皆様ご準備はできましたかまだですか This is a really nice venue, it's a really nice architecture. It's time here in Japan. And uh, yeah. Or maybe we can still start. よろしいですか。初めてわかりました。では皆様ようこそ戻りくださいました。パーラメンタリーラウンドテーブルを開催いたします。今年は特に。 私たちの望むインタターネットトトのの形形成成そそしてデジタルトラストの形成それから強化です新しい例えば AI システムなどのテクノロジーそれからデータを使う時人々はデータを共有するのは何も悪いことがデータにそして自らに起こらないという信頼がなければ使わないわけです。ということであまり時間を無駄にせずに最初のスピーカーのご紹介に入りたいと思いますまず最初です。 国連経済社会局長国連事務次官李ホア様の方からお言葉をいただきます国連デサの事務次官であられます李さんどうぞありがとうございます司会の方そして皆様こんにちは議員の皆様そしてご列席の皆様 そしてご来日の皆様方国連の経済社会局を代表いたしましてこの度皆様にこのパーラメンタリートラックラウンドテーブルに ご歓迎申し上げます i J f 2 0 2 3年の枠組みの中で行われています今年の皆様のフォーカスというのはデジタルトラストの形成ですけれどもこれは非常にタイムリーだと思いますインターネットとデジタルテクノロジーがどんどんと私どもの経済そして社会を形成それを形付ける中で とても重要なことは政策立案者がデジタルの環境を作るあるいは形作ることをお手伝いするということでそれによって人々の権利を確保することができますその中にはプライバシーの権利も含まれますつまり分断された国家別のデータガバナンスは許すことはできませんそうしますと排除が起こりますしそして不整合グローバルな目標との不整合が発生します。 デジタル化がグローバルの経済で発展しそして大変高いスピードで新しいテクノロジーが我々の日々の生活の中に取り込まれる中でテクノロジーの導入はやはり人間中心的なアプローチに従ってそして我々の共有の価値に基づいて行わなければなりません。政策法律そして規制がこのような 連携を強化しそしししそそてて新しいそして没入的なテクノロジー例えば AI などを信頼できる形で作れるようにしなければいけません一方でイノベーションも促進すすることが重要です我々が使わなければいけないのはデジタルスペースでこれがオンラインのご情報そして偽情報を排除しそしてインターネットをツールとして個人そして で集団的なエンパワーメントのために使えるようにしなければいけません。議員の皆様方、そしてご来賓の皆様方、そしてご列席の皆様方、あの皆様のそれぞれの法域における立法者として皆様はあの。 グローバルなレベルのディスカッションのキーメッセージを地域そして国のレベルまで持って持ち込んでくださいそしてステークホルダーと一緒に協力をしながらインターネットガバナンスの構造を作りそれによって全ての人を引き上げそしてインパワーメントしていただきたいと思います。またいろいろろなデジタル化ののリスクをを削減し個人が必ずその恩恵を 包摂的なそうした安全そして安心な形で享受できるように担保するべきです。ぜひ皆様方あの Igf との関与をさらに強化してください。Igf はいろいろなセッションそれからフォーカスエリアがあります。それに関与していただきたいと思います。そしてこういったフォーラムで行われる作業あるいは成果をリソースとして活用していただき、皆様の国内での議会での活動それから議論に使ってください。皆様今後も実り多い議論となりますように。そして 皆様方のレコメンデーションを伺うことを私自身楽しみにしておりますありがとうございましたありがとうございました国連事務次官では次ですオンラインからのご参加でジーハン・マムードさんですまあ彼はモルジブの議員そしてインターパーラメンタリーユニオンの 民主主義それから人権に関する常設委員会のメンバーでいらっしゃいます。聞聞ここええまますすか皆さんはいよく聞こえますどうぞ議員の皆様方パネリストの皆様方 IGF の参加者そして浮島様。 トラストというのは今不足しているように思いますデータを見ると政治へのトラスト信頼は高くないということが示されます一方政治の世界でも他の世界でも信頼トラストというのは絶対不可欠です人々はお互い まあ選挙が自由であって公正であるということを信用しなければいけないそれからそれぞれの代表が責任ある行動を彼らに代わってやってくれるということを信用しなければならないんです議員にとって公的なトラスト信頼というのは常に念頭に置かなければいけないことです ま我々実治体験から信頼というのは時間をかけて醸成しなければいけないことが分かっていますそして非常によく設計された制度とそして倫理的な行動というのがこの信頼を作る上での重要な要素ですそういった意味からも本日このインターネットトラストに着目をしている安全なデジタル環境に注目しているということは大事です3点 IP オに関して、あ、I P U に関して申し上げたいことがあります。オンラインの暴力です。え、女性やあ、子ども。 あるいは政治的なその環境ででの暴力ですオンラインの暴力に私たちは決して屈してはいけない私たちは共に立ち上がりオンラインの暴力というのは決して受け入れられないということを宣言しなければなりませんそしてこの暴力に対抗してか抵抗していかなければなりません法的なそして技術的な方法でオンライン暴力に私たちは抵抗しなければなりません。オオフライインンンででもしっかりですインターネットと,オンラインと インターネットオンラインというのは安全な場所でなければいけません特に子どもにとってはそうですもう一つの心配の分野というのが選挙です特にこの有権者にのプロセスに対していろいろな問題が発生することを考えると実際 大きい国だけではなく私のような小さな国マルモルジブでもそうであります。情報がどののように、えーまあ、そのか いろいろなところに広まり、そしてマイクロチャレンジというのが起きるのかということを考えたときには、やはりこの選挙の透明性、公決性というものを担保しなければなりません。政府、そして立法府というのが、その責任を担っていくわけです。選挙はまさにそこに依存しています。そして最後に AI です。AI というのが、私たち公の場でも、このここ数ヶ月の間に大きな話題になっています。潜在的な。 その可能性とリスクというのがそこには孕んでいるわけであります。立法者としてあるいはテクニカルの専門家としてあるいは市民社会としてどのようにともにこの開発をするのか AI を使って。 そして公共皆さんが信頼できるような世論が信頼できるようなものが開発できるのでしょうかテクノロジー自体はどんどんと進化します急速に進化をしていきます。そしてて議員にとって このインターネットガバナンスフォーラムに私たちが参加しえ、そしてこのステークホルダーのおお国家レベル、国際レベルえ、地域レベルでの話し合いに参加することが大事です。大変に重いえ、責任があります。司法的な枠組みえ、そして人権をま守るという立場で参加する必要があります。全ての声が届くということが大事です。そして、それにのっとって行動を取りえ、信頼できるインターネット。 することが大事ですこの IGF で今週交わされるさまざまな意見が IPU の中であるいはその他の場でさまざまな形でこの花を咲かせるということを私は期待しておりますし確信しておりますご清聴ありがとうございましたありがとうございますさん、次 ホスト国である日本の議員さん浮島智子議員お願いいたします皆様こんにちは私は衆議院総務委員長の浮島智子でございます日本の国会議員を代表してそして情報通信政策を取り扱う衆議院総務委員長の長としてご挨拶を申し上げます 各国会議員の皆様、ご来賓の皆様、IGF 京都2023にご出席くださり、心より感謝を申し上げます。そして、パーラメンタリートラックへの参加を心より歓迎いたします。主催である国連および IPU の皆様におかれましては、本会合のためにこれまでご尽力をいただき、大変にありがとうございます。心より感謝を申し上げます。まず2023年の IGF ホスト国としてオープンで自由な信頼できるインターネットの推進のためにマルチテステークホルダーが一堂に会して議論できる機会を提供できることを喜ばしく思います IGF にはハイレベルセッションやワークショップデイゼロプレイ,イベントなど多様なオーガナイザーが企画するセッションがございますその中でもパーラメンタリートラックはインターネットの利用発展及び ガバナンスや関連するデジタル技術についての重要な課題について、各国会議員の間で、グッドプラクティスの共有、その解決策についての議論、さらには他のステークスホルダーとの対話を通じて、効果的で効率的な政策を実施するための機会となっております。ここでの議論の成,成果は、各国インターネット政策に広く貢献するものです。 今年のパーラメンタリートラックのメインテーマは、私たちの望むインターネットのためのデジタルトラストです。形成です。特に国際社会にとって重要な3つのテーマ。1つ目、データガバナンス。2つ目、AI。そして3つ目は、議情報を議論いたします。これらは今年日本がホストを務めた G7 デジタル技術大臣会合においても議論がなされたところでもございます。 これらのテーマはデジタルデバイトへの対処しながら、どのように信頼できる接続性を担保するか、AI が社会経済に与えるリスクを軽減しつつ、いかにして人類に対する恩恵の最大化を図るか、というより広い議論も含んでいるところであります。特に AI については、G7 広島サミットの結果を踏まえ、本年5月に広島 ai プロセスを立ち上げました。年末に向けて本プロセスを通じて、すべての AI 開発者に向けての国際的な指針等の策定に取り組むこととしておりますが、その過程におけるマルチステークホルダーとの意見交換の重要性について、すべての G7 メンバーが認識を共有しているところであります。私は IGF ・パーラメンタリー・トラックがより広いステークホルダーの声を聞く、 貴重な機会になるものと思っておりますこれらの重要なテーマについての活発な議論を私も楽しみにしています最後に本日の会合の成功をここのように記念し挨拶とさせていただきますありがとうございましたありがとうございました浮島智子議員でした では次の方は議員ではありませんそれは皆様もご存知だと思いますがただこの方は多分18回の開かれた IGF 全部に継続して連続して出席されているんではないかと思いますいくつかの役割を持っていらっしゃいますが最も最近で一番重要なのは IGF のリーダーシップパネルのチェア議長会長を務めていらっしゃいますウィン・ウィントサーフさんですどうぞ。 何も言ってない前に拍手されると本当に緊張しますでもうそのまますぐ席に戻りたくなりますただテクノロジストとして、まあ、議員については畏敬の念を持っていますというのは議員というのは不可能な使命をられているんです。つまり、えー この複雑なテクノロジーそしてアプリケーションなどインターネットそしてコンピューターベースのシステムに秩序を提供するための立法 方を考えなななきゃいけないといけととうことで私はは決して皆様の立場にはなりたくないいと思いますただインターネットそしてコンピューターベースのシステムの機能の一つというのは我々がやることを増幅できるということでそれが例えばコンテンツを世界中で急速に拡散できるとかあるいは資材に対するアクセスとかあるいはメガホンを使うことで人の声を覚醒するように広げることができるということなんですがただ同時に我々 聞きたくないような声も同じように覚醒されてしまうで、それをどうやって秩序だったものにするかという問題もあるわけですそこで議員の皆様に警告します皆さんは法律は作れるけれどもしかし物理の法律というのは変えられませんですからエンジニアに例えば光の速度を2倍しろにしようと言われても非常に残念な結果しかいられません申し訳ないですただやはりその議員というのは ルールを作ろうとしているそれも21世紀の社会契約のルールを作ろうとしているんです各国の市民そしてあのネティゼンそして世界の市民として我々はやはり社会契約を求めていますつまり行動のルールによって我々が安心して安全にそのオンラインの環境で生活できるようなルールを求めています。ですから議員の方々が にお願いいしたいのはやはりコンピュータベースアプリケーションの強みと弱み両方を認識した上でそして我々も議員に対して基本的な形でこういったシステムの機能が理解できるようにあるいは機能しないどう機能しないのかも理解できるように説明しなければいけないまた専門家としては議員の執行つまり立法化が この社会契約の目標を達成するためのルールを作る時の思考を形成するお手伝いをしなきゃいけないわけです。ですから、トラスト、それから安全性、それから安心、そしてプライバシー、それからカウンタビリティ、ええ、責任、それから行為主体性といったような。法律の、まあ、基本的な部分を全部カバーしてなければいけません。で、もう一つ議員をやっていただき、にやっていただきたいのは。特定の技術ではなくて、全体を見るということです。今のところ、私どもは、A. I. 人工知能、それから機械学習、それ。 から大規模言語モデルに取りつかれてますけれどもただそれはある意味では我々の気を散漫にしてますそうではなくてそのシステムがどうやって使われているかそしてその利用の効果それから副作用は何かそして何か害に対応することを必要があるのかどうかを考えなきゃいけないと思うんです。ということで議員あもう一つあの多分予想していないトピック を話したいと思うんですがそれは議員に対して適正な警告を提供したいからですつまり皆様、さまこれから数年間検討しなければいけないある分野ですそれはインターネットが宇宙惑星間の宇宙へ拡張するということですこれはもう進んでます惑星間 あのインターネットソサエティの惑星間宇宙あの委員会まあこれはジャクサのあの一員の方があの加盟してますけれどもそこが報告を出してその惑星間インターネットはどんなものになるのかそしてその影響がどのようなものになるかという報告を出してくれましたであのリターントゥザムーンというアルテミスのあのミッションをご存じですねあの欧州の宇宙局それから日本の宇宙局それから韓国そして NASA があまあ協力 したんですがそしてあの月へ戻って まあ、あと2年以内に、まあ、月に期間がありますけれどもそうしたら月の上でいろんな商業活動が行われますでそういった商業活動のいろんいろな影響が検討されますがただそれはまだ例えば1967年の宇宙条約のような形で概略しか規定されていませんただ問題はあと2年しか時間がないということなんです月に帰還できるようになるまでですから皆様是非 ここのことを認識してください例えば月の上ででで土地を所有すするるることができるかとががきか疑問が出てくるん例えば NASA がその月の上での鉱山などの開発の成果が許すとしたらそれを所有する所有権は誰になるのかそして何か問題があったらそのクレームはどこに行くのか誰が責任を持つのかそして宇宙の警察隊というのが必要になるのかこういったような質問というのが全部 そのインターネットの宇宙への拡張に伴って発生するわけです。でいろんな問題ができますということで地上のインターネットだけでも足りないのに十分問題があるのに2024年2025年になると IGF の会議ではそういったトピックというのもアジェンダに上ることと思います。ということでモデレーターをお戻しいたします。ありがとうございました ありがとうございましたビントさんそして我々の人生がさらに複雑になるという予告をありがとうございますただ少なくとも IGF が 国連の総会によって2025年また延長されましたら IGF27 が例えば火星とそれから水星そしてその次は木星で開かれるそうなると誰がホストになるのか主催するのかという疑問がありますけれどもまあとにかくあのまたぜひ2027年に木星でお会いしましょう,あのもうもちろん火星のデリゲーションがもうすぐ連絡をくれると思います。 あの四人から素晴らしいご発言をいただきました。では次にあの他の議員の方々がご登壇されますので、三人の議員の方々がご登壇されますのでぜひお三方は舞台を降りいただきたいと思います。で既にあのいろんな課題についての 聞きましたけれども、議員の役割は非常に重要だという話がありましたので、まず、シネマ、スマナシュレスタさん、ネパールの議員です。それからラティファアルアブダルカリム様,様、サウジアラビアの諮問評議会メンバーです。そしてブランドベニフェイさんは欧州議会の議員です。どうぞご登壇ください。 ででは最初の質問ですあの宇宙条約というのがあの皆様の国でも今議論に上っていると思うんですけれどもウィントサーフさんは正しいと私は思います。というのは今いろいろな活動が例えば衛星とかを巡って起きていてこれもこれから数年間我々を忙しくさせるまあ一つの議題かと思いますがまあ では、例えば AI などのま伝統的な話に戻しましょう。えま、我々にとってはその方があの楽です。対応が簡単だと思います。では、まず最初の質問ですけれども、議員というのはあの法律を作るキーアクターです。で、この法律があの信頼できる。 デジタルススペースそれから信頼できるアナログスペースに貢献するわけですけれどもどうやって立法化能力を開発することができるでしょうかそれからアジャイルなガバナンス対策を導入してその急速なテクノロジーの発展についていくためにはどうしたらいいでしょうかということです。 ではまずラティフさんから次の質問からは順番を変えますありがとうございますトムさんあの今回あののパネルに参加できて非常に嬉しく思っております宇宙からいや地球に話を戻しましょうかもちろん宇宙に対する備えは必要ですけれども私はテクノロジーを同じような今までの立法化の システムで規制してはいけないと思っています。あの、やはりより革新的な規制、あるいは立法化の方法を考えなければいけないと思います。で、規制、そして立法の根社はそのそれに参加しなければいけません。つまり、今の実践から離れた状態ではいけないと思います。成功するこういった規制を立案するためには。 それはただ事務所にいて、えー、ま机上の上で仕事をするだけではダメだと思うんですまあ、現場に出ていかなければなりません、えー、グッドプラクティスを達成するためにそしてこの規制が効果的で有効であるためには マルチステークホルダーによる非常に機敏な革新に富んだ規制が必要です。それはどういうことを意味しているのか例えば経済の側面を考えた時に責任のあるイノベーションというのは全ての不確実性に対応しなければなりません。そして新しい規制が。 新しい標準に適応しているかどうかということも確保しなければなりませんまた同時にこのようなアプローチというのは私たちが求めている信頼トラストそれをもたらすものだと考えますもし時間がもし時間があれば議員として私たちのルールとして え申し上げたいのは2つの失礼しましたルールではなく役割ですね,ロールですねまずは新しい法律を提案する、えー、そしてその法律を改正する改定するということでありますけれども。 えそれをま議会の中でどのようにやるのかということでそのためには戦略が必要ですえマルチステイクホルダー,ーのグループを作らなければなりません異なる委員会え異なる背景を持った人たちがロードマップといったものを形成するえそして優先課題を決めて例えば どういうテクノロジーどういう知識が必要なのかというところから始めたりするわけですなぜそれを規制しなければいけないのかそしてこういった問題に答えていくときには私たちの考えているその立案している立法というものが果たして一貫性があるのかどうかということも担保しなければなりませんまた責任がある機関として 同時並行で長期的な規制を求めていく必要があります。も,もちろん長期的なものと短期的なものがあるわけですがまあ実際に 規制、まあの中にはサンドボックスがあってそして、えー、原理原則を、まあ、採用してサイバーセキュリティデータ政策そして全てのコンプライアンスというものがその中には網羅されなければなりません。もう一つここで強調したいのが新しいアプローチが必要だということなんです。それは新しいテクノロジーに対する スタンダードです政策の例えばラボラトリーのようなものを作ってそして新しいユーズケース企業家の人たちが出すものに対して開発しているものケースなどをいろいろと実証していく必要がありますちょっと時間がオーバーしてしまいましたね失礼いたしましたありがとうございましたあの、えー、皆さんこんにちは参加できて大変に光栄です 今のご質問に対しての答えですけれども最後の部分ですテクノロジーというのは非常に急速に発展していてそして、えー、ま放、あ、社としては、まあ、キャッチアップするので精一杯だということなんですそしてまあ、資源まあ、リソースに関してなんですけれどもまあ、学術界研究者 そして早期に採用した人たちの人たちが分かっているリスクなどといったものも考えなければいけないということなんですそれが第1弾です。そして ABCD から始まってその政策というものをきちっと安全性を担保するために考えるということです。そして2つ目は この私たちのどこそこでの国が直面しているそのユニークな状態というのを考えるということです考慮するということです。そしてその中でグローバルな枠組みというものを作っていくということなんです。そして3点目はまた繰り返しになりますけれどもさまざまな制限各国の制限を理解するということです。ネパールは例えば そのプラットフォームとして規制やモニターをする。 ものを持っているのかどうか、つまり大手のテクノロジー会社が果たしてあるかどうかということなんです。全員が安心安全でいられるようなそういったものを作るような最低限の標準というのがあるかどうか。子供たちを安全に今子供たちが安全に過ごすことができるのか。それかまあ例えばポップアップとしてスクリーン上に何か出てくるのはどうやって取り締まればいいのか。 かとか、えそして三点目はこのようなセッションです。お互いから学ぶことです。そしてベストプラクティスを再現するということです。そしてお互いの間違いからも学ぶということです。まあゼロからすべてをやるということではないということです。以上です。ありがとうございました。で、えー、まあこの質問の今もうすでに答え皆さんに答えていただいたんだと思うんですけれども。 常に緊張があります共同で立法を作る場合例えばこの会議を見てもその脈絡を考えてもいろんなステークホルダーがいますしその中で私たちの立法 で技術的な変革などを反映しながら作っていくというのは大変なことですつまりその市場に合わせてそして技術の躍進と合わせて進んでいくというのは非常に難しいと思うんですしかしこれはやらなければなりませんこれも慎重にやる必要があるわけです そこにはもちろんさまざまな既得権もありますしそして権力の問題もあるかもしれませんしテクノロジーとかそのテクノロジーに関連する立法というのを考えた時にいろんなその権力の不平等バランスの不平等というのがあるわけです。あるる程度のその自立ととといいったもをを確保ししながらそしてそのコンテクストを理解するということが 大事です例えばもしマーケットパワーを使うとかソフトパワーを使ってより強力な立場を築こうとした場合そしてそれによって法律立法を作ろうとし法律作ようとした場合それはただ単に そのテキスト文言を承認するということではなくてそれを法律として実施すするる必要があるわけですそれは政府としての立場もあるでしょうしまたそれが古いものになってしまうというそういう危険も回避しなければならないわけです。短くまとめたいと思います。 まあ今アセアビントセアフさんがおっしゃったように非常にタイムリーなことをおっしゃいましたつまりテクノロジーを活用するということですけれどもまあ AI ですねの例ですが私は AI の分野でユーストケースというのをやっているんですテクノロジーそのものではなくてユーストケースというのをやっているわけですけれども。 これはまあまあレルールではななく例外になる場合もありますルルールというのは具体的にそのテクノロジーがどうインパクトを与えるかというところを見ていくんですけれどもそれについてはもうすでにえ分かっていて私たちはよりその未来志向になる必要があると思いますありがとうございます。ということで皆さんがおっしゃっているのは。 学際的なマルチステークホルダーの相互作用が必要でお互いから学ぶということが大事だということですね非常にその通りだと思います議員というのは必ずしもテクノロジーの専門家ではないわけですよねしかしもし仕事をするのであればやはりある程度の知識というのは必要になってくるわけですからそこで 次の質問になります私たちはさまざまなステークホルダー政府産業界専門家市民社会そしてまあ国会もそうですがそれぞれの,その協力をどうやって強化するのかということですけれども必要な知識というのはどこから入手するんですか 皆様のその環境の中でどのようにされていますでしょうか。で、それを改善するためにどうやってやってるかということで、先ほどとは逆の順番にしたいと思います。まあ、欧州議会のこの点に関するモデルというのはとても興味深いものがあります。我々はいろいろな機会を作って でディスカッションをして、そして作業を準備するためのフォーラムを作ります。例えば AI 人工知能に関しては、私どもはその今の立法化作業まあ。 もちろん多くの方がこれに非常に関心を持っていらっしゃるようでこの議論についてもいろんな方と話をしてますけれども1年間以上にわたって特別委員会というものを設立してそこがいろいろな観点から AI を検討しました。でそれがいわばその議論の場とあるいは機会を例えば学術会とそれからありとあらゆるステークホルダーとそして さまざまな国際的な組織などとの協議の場となったわけです。で、それはとても役に立ちました。これによって議員に必要なま視点を与えてくれたんです。そのような複雑な主題をそれもあの立法化する上で必要な情報を提供してくれました。で、もちろん国によって経験は違いますが、ただやはり 重要なことは何らかのプログラミングそれから時間への投資が必要だということです。でちょっとこれを説明しますと議,員ああ失礼議会の機会というのは任期というのは やはり限られていていですから意思決定をする前にディスカッションの時間が十分ない特に選挙上の理由からかあるいは何か緊急事態が起こるだけか十分な協議がなされない場合があります。ででもほとんどの場合正しいタイミングで 意思決定をしてそして全てのステークホルダーを協議などに取り込まないと間違った判断をしてそれを後で正さなければいけないということになりますですからやはり時間への投資は重要ですつまり各フェーズごとに十分時間を投じてそして準備をしてそしてえっと本当に実行力のある法律を作るということが重要だと思いますまず ま,あまさにピンポイントで聞かれた質問つまりどうやって作った法律を実施するかということですけれどもあの書かれた法律を全て実施することができたらあの途上国という言葉はなくなると思います途上国がそれができればですね。で協力の話を 始めます前にやはりその前提となってトラスト信頼がありますつまり全てのステークホルダー間で信頼を構築醸成してそれによって本当の意味での心を開いた協力を可能にするあるいはコラボレーションを可能にすることができるんだと思います。そこで第一ステップというのは全員が デジタルテクノロジーを最適な形で活用してそしてデジタルには安全な場所でインタラクションできるようにするこれがユートピアです我々の狙いです。で選挙が公正になってそしていろいろな重複がなくなりそして最適な形でリソースが再配分できるようになるわけですそうすれば。つ目に重要なことは こういった政策などはもう最善の政策を作ってもその実施が可能で重要ですがその実施にはやはり人間の能力つまり十分な人材がいるかということですね。それから多くの途上国特にネパールも 問題としているのが、非常に高学歴の教育を受けた人たちがあの国を出てしまうということですということは、いい政策が出た。できたとしても、一方で、これを実施できるような規制当局ができない、あるいはあのものを制度化できるような、そういう活発な経済を作ることができなくなってるわなってしまうわけです。ですから、やはり重要なのは、その制度化。 をしていいくとでこれは前にも戻りますけれども我々が持っているネットワークを強化してそして蓄積した知識をさらに積み上げた上で迅速にその知識プールを使って迅速な対応を取ってそして協力を強化するということだと思います。ありがとうございます。 では私の同僚のおっしゃったことに復元しますけれども彼,女彼らはステークホルダーそれからコラボレーションの必要性について強調されましたのであの繰り返さずに別の話をしますが AI ツールを議会で使うことのパワーこれは今まであまり検討されてないんですけれども実は非常に役に立ちます。私の経験から言えば AI それから法律の教授もしておりますので私はそのような法的な分析それも AI ツールを使った法的分析を行っています。こういったツールを適用してその法律をまとめるためにあるいは時間が足りない時にもいろんなことを短時間で理解できるようにてます。 機関に助けてもらうあるいは法律の理解解釈それから比較などにもこういったテクノロジーは役に立てると思いますそれからもう一つコラボレーション政府間のコラボレーション連携協力が必要だとおっしゃいましたが私は諮問会議の議員でして政府各国政府失礼議会各国の議会ともあの まあカ国の議会と我々協力していますあのフレンドシップコミュニティというところを通じてそういった議員と話してそしてディスカッションしてそして経済的なあるいは社会的なサイバーセキュリティのあの DFT に対する影響それから AI のリスクとかそれから原則などについても協議します。でこういったコラボレーーションとかミーティング キングとかあるいは対話とにを通じてベストプラクティスを共有してで、お互いにそのような新しい立法化作業の支援をするのにとても役に立っていると思います。サウジのメンバーとして、もちろん ipu のメンバーでもあるんです。けれども、我々は常に。あのグローバルな対話に関わっています。数週間前ウルグアイで。第2回あのフューチャーコミュニティのワールドサミット。 に参加しましまたそして AI ガバナンスとそれから AI の規制それからその課題についてもトピックにします。でそれは実業界の代表それから市民社会そして学術界の方々とも協議を続けています。で このようなパラメンタリートラックをいろいろなテクノロジーの特に AI 関連の分野の会議で私は広げていくということが重要だと思いますつまり立ッをこういったループに入れるということの一部に入れるということがとても重要だと思いますパラメンタリーセッションの中で途上国が今後ベストプラクティスを交換する必要があるという話がありました IPU はまさにここで役に立つと思いますそういった リソーススに対すするアクセスを拡大できます AI 法とかデータの原理原則とかポリシーとかあるいはエアガバナンスの標準とかその他のフレームワークなどを提供することで各国間の知識共有にもつながりますもう一つ検討しなければならないのは各国間の AI の備えレディネスを高めるということです。つまり規制 それから実業界との間のバランスをきちんと取るということ、まあ、これもぜひ将来あの、こういったトピックとしてぜひ検討いただければと思っています。ありがとうございました。 やははりここでも鍵は強力だと思います専門家に依頼あるいは依存するというのは一つありますけれども国境を越えてお互いに対応するということも2つ目の要素でそれが次の質問にもつながるわけですけれどもお互い話をするのはもちろんいいことですけれどもでは安全基準 などを地域国そして業界間で整合化させてそして相互運用制とか調和化を通じてこれを調和化する必要可能性はどのくらいあるかとで例えばある国で選出された議員は他の国で起こっていることはあんまり関心ないかもしれませんけれどもそうではなくて共有された法的な基準それから技術などの 標準などを共通化することで、ま国際的にどのぐらいなあののあの安全とそれからセキュリティとか他の価値などの最低限のグローバルなスタンダードというものをどうやって作ることができるかということも重要だと今思います。またデータというのは国境を知りません。簡単に移動することができるわけです。国境を越えることができるわけです。ですから協力をする上で国の 国境を越えて協力をしてそしてデジタルテクノロジーでの信頼を構築する上で議員としては何ができるでしょうか鍵は先ほど申し上げましたけれどもデジタルの空間というのが誰にとっても安全な空間であればそれが一番いいわけです。全ててのの世界の人にとととって安全な場所でであるるいうことですそこすそから始める ということが大事だと思います。そこから始めればいろんなことが可能になります。で、私がちょっと強調したいのは？ 知識のとテクノロジーを共有することに対して寛大,である寛大であるべきだということなんです。企業や法人や、まあ、研究者や学術界だったりあるいはまあ世界の中でアルゴリズムを,を開発してディープフェイクを特定したりというテクノロジーが開発されたとします。そそしてそれが 非常にローリソースで皆に提供できるのであれば私たちは集団で誤情報であり偽情報といったものに対応することができるわけです。ですから知識やテクノロジーは共有して誰全ての人が安全安心であるということを確保する必要があります。二つ目は 共通ののの最小限標準基準基とといいうのがあると思います例えばコードを書いたりあるいはデジタルの公共の場でデジタルのデータというものを格納したりという時には異なる国のいろいろなルールというものがあってそれは地域によっても 違ってくるわけですテクノロジーといったものにそのコンテクストを与えることができます。デジタルリテラシーというのはどんなテクノロジーを開発しようとも人間がテクノロジーと相互作用をするといかにそのパスワードが複雑だったとしても紙に買て 書いてコンピューターに貼っとけばそれは誰に全員にばれてしまうわけですからデジタルリテラシーというのは一つのスペクトラムのようなものであってお互いを助け合ってそしてそれをコンテクストの下できちっと理解をする。そして何か、まあ 大手のテクノロジーの企業となんかこう相互作用する時にはポップアップが出てインターネットのに出てくるものは全部信用しちゃいけないよということを言われたりということによってそれぞれが説明責任を果たしていくということだと思います。またた交渉できないもののの例えばその未成年の人たちをどうやって守るかかとか えそういうことですねえそのような最小限のま基準といったものが設定できそこに合意できれば全ての企業法人がそれに準拠することになると思いますえそれにのっとって各地域に対してのまコンテクストといったものを作ればいいわけだと思います以上です 信頼できるインターネットオープンスペースそういったテーマですが今 AI とかその他のテクノロジーもそうですけれども明確なのは協力というのが必要不可欠であるということです。で その問題の中には国内だけで対処できるものはできないものもあるわけです。つまりグローバルな協力が必要だというものもあるわけです。しかし、かといってそのレベルにもよりると、問題によっては課題によってはリスクも当然。 存在しますしそしてそれに関連するま機会チャンスというのもあるわけですですからま国内特有の課題もあるわけですま人々の日々の生活に関連するものもあるしそれをま立法によって法律によって安全性だとか基本的な人権とか権利とかそういったものも提供 保証しななければなりませんテクノロジーは毎日使うわけですからそういったものも提供,し提供というか確保しなければなりません担もしより大きなその体系的なリスクサイバーセキュリティのというようなリスクを考えた時に地政学的な問題もあるかもしれませんし あるいは共通の定義が必要だ共通の基準や標準が必要だ共通の理解が必要だというものもあるかもしれません国際機関がそういった時には大事になるわけです。国連だったり私たちです私たちがいるこの場所このフォーラムですそういった場所でこの話がされているわけです。岸田総理が広島プロセスの話をされました これは生成 AI において大事ですけれどもこれをインターネットに適用することもできますしそれ以外の分野にも適用することができますお互いから学ぶことができますで、例えばデータ保護に関する意思決定だったりあるいは プラットフォームに対してて私たちが分かっているるここととを共有すすもできます例えばヨーロッパでは一部分もう既に採用されているものもあって新しいバージョンがうなのかということを共有していくこともできますどうやったらもっと改善できるのかとかそして最初にやった人はどうだったのかとかそういったことは実際に起きていますやっています。 その方向に向にかっています率直に申し上げて議員というのはそういったことを上手にできると思うんです。良いいいい方向に導くそういう力を持っていると思いますでトップというのは、まあ、個々の個々人にはそれほど注目していないかもしれませんけれども議員というのは。 各個人有権者ですねにどういう影響が及ぼされるのかということを分かっているわけですから新しいテクノロジーの分野だったりインターネットの AI とかそういった領域においてはそのことがなおさらそうだと思います。 ちょっと今のブランドンさんの内容にちょっと補足したいことがあります。グローバルデジタルトラスト。これはもう既に話し合ってきました国連とか o e c d の中で。 アイトリプリイなどでも話し合ってきました。ユネスコでも話し合ってきました。私もまあアドホックの専門家会議のメンバーに入っていたんですね。AI の倫理のこれはあの委員会だったんですけれどもで、で確か二十四のマルチステイクホルダー,ーのグループによって構成されてました。さまざまな背景、さまざまな地域から集ってきていたんです。いろんなあのまあ意見の対立とかもああ そしてその価値観だったりも違ったりと原理原則も違ってたりということがありましたそのディスカッションの中でまた交渉の中で私たちは共通の原理原則政策にたどり着いたわけです。そそしててのアプローチについてなんですけれども まあその原理原則をどのようにアプローチするかについてもいろんな方法があると思いますユネスコのレコメンデーション AI の倫理というのは百九十三カ国に採用されていますグローバルな考え方と思考というものを導入するということが大事だと思いますそれをまあ国家レベルでも適用するべきだと思いますそして独自の原理原則価値 あるいは文化的な規範といったものを確立をしそしてそれをグローバルなものに照らし合わせて自分にとって大事なグローバルなそういった法律などを適用すればいいわけです。サウジアラビアでは私たちは初めてユネスコのレコメンデーション AI の倫理に関するレコメンデーションを採用した国の一つです。これは非常に重要だと思ったからです そしてそれを実施するということはガバナンスの機関もありますしそのサイクルを持ってこういった原理原則を実施していくわけですけれどもしかもその政府機関に対してはインセンチブまで与えているわけです。ヶ月月前7月に首相が 国際 AI リサーチ倫理に関する研究をするということを発表していますグローバルなディスカッション AI の研究に対してやるということですそして倫理的な方向にもそれを持っていくということでえ、はい、これは可能だと思いますそしてそれを自分の国に合った形に正常化するということはできるんではないかと思いますありがとうございました まだ時間が少し残っていますのでここでいくつか他の質問を検討していきたいと思います。政府で働く人間として我々は 多数の政府機関に参加しています。まそれ以外にも例えばガイダンスを政府あるいは規制当局向けに出しているような機関でも参加にも参加しています。で IPU というのは非常に役に立つ機関ですが、ただ他の国際機関のように特定の目的あるいは課題を対象としているわけではないわけです。そこで IT とかユネスコとか OECD とか他の特化した専門機関で特典の分野に特化した機関あるいは気候とかあるいはヘルスについても例えば WMO とかシ h o などデータを持ってますけれどもまあ彼らとつまり政府とかそしてあのあの そういった立法府とコンタクトを持つだけではなくて議員とも直接あのより密にコンタクトを取ったらお役に立ちますかというのが質問ですで、またどのようなガイダンスを求めてらっしゃるんですか EU というのは 非常に大きな予算を持っているのでですから多数の専門家を雇うことはできますけれどもしかし途上国小さな国はそれほどリソースがないわけです専門家に支払うお金がない予算がない。ということで国連システムほかの政府間あるいは国際機関に何を求められますかありがとうございますます、あ 今おっしゃった文脈で言えば我々にとって非常に役に立つのは国連機関そして他のプラットフォームがもっと密に議員と連携をしていただけると非常に助かります少なくともネパールでは政府がかなり政権が変わります頻繁にで議員は5年間任期があります5年あれば 何かあ作業を進めて、それを制度化するぐらいの時間が十分あります。それから、今おっしゃったとおり、あの資源が少ない環境ではやはり重要なのは先ほど言ったように知識のプール。 つまり今までやったことそれから各国でどのようなフレームワークを適用したかということにアクセスできることが非常に重要なんですで、それを見ながらどれを自分の国用に種々選択してそして文脈でくるかということを考えることができますですからパネメタリートラックそれから議員とのインタラクションをさまざまなプラットフォームそれから国連組織とさらに拡大していただけると非常にありがたいということですそれからもう一つ先ほど言ったことの不言ですけれども我々 ちょっと一歩戻。 であの非常にセクター別のつまり医療だと WHO そしてこれなは別の機関というようなやり方ではなくてより集団的な対話を行うつまり国連システム内での重複もそうしたら取り除くことができますしそしてデータ全体に対してあの、まあ、よりあの例えばヘル,ヘルスとかあるいは気候変動のデータと分けないで統一したアプローチができるんです。でそれれによって統一された標準をあるいは基準 作ればそれを今度は各セクター別に適用していけばいいんじゃないかなと思うんですいかがでしょう皆さんも同意されますかそれとも何か付け加えたいことありますかま我々の経験上もまあその通りだと思いますがただもう一つ重要なのはお互いからさらに学び合うことだと思います 一部の組織とは非常に優れた協力ができているのに今名前を挙げられた機関の中にはそれほど協力関係あるいは協議が頻繁ではない機関もあるわけです。ですからやはり最善の例から学ぶことが重要です。私は AI でいろいろと作業をしておりますけれども、あのやはりそういった作業プロセスをより合理化していくことも重要だと思います。このあの質問にはもう答えたかもしれません。あの IPU があのあの取るべきタグについてすでにもうアイデアを申し上げましたけれども、別の点で復元したいのはあの国連のようなあるいはユネスコとかそういう国際的な機関。 で国際的な方向性を作るようなところはやはり議員をより重視してほしいと思います。パラメンタリートラックを設けて IPU のメンバーとかをまとめるというだけではなくてやはり提言とかあるいは グローバルなガバナンスの方向とかまドキュメントを作る上でもあの例えばある組織が担当しているものにについてはやはり議員をより参加させていただけると非常にありがたいということですまあもうお答えになったかもしれませんがま最初の質問で一部答えていただいた質問ですけれども今急速な変化がテクノロジーの分野で 発生していますまた例えば車などのテクノロジーだとあるものを買ったらそれは何年もずっと安定した状態です。で AI システムのソフトウェアというのはほぼ日々変わっています。私の国ではスイスでははススイ法律 率があったら5年ぐらいそれが多分継続してそしてそれが気にかわなければ国民投票をしてそして改正するそれが気にかかなければまた5年後に改正されるとで立法化がそういった数年かかって一方で新たなアプリケーションとか新たなソフトウェアがどんどんと出てくると常に完成した製品というのはできてこない常に改善改善を続けていかなければいけないわけですで。これをどうやって法律で に反映させるかと技術を規制するんではなくてそのインパクトを規制しなきゃいけないという話がありましたというのはテクノロジーが変わるからですけれどもどうやってより良いバージョンの法律を制定できるでしょうかつまり例えば5年とか10年間かけて立法化するんではなくて常に 必要に応じて改善し続けられるような法律というのはどうやって作ったらいいでしょうかでどうやってこの長くかかるプロセスをスピードアップできるでしょうかそれはスイスだけではないですねどこでも起こりますで例えばテクノロジー関連の法律それからデータに関連しての法律というのはもうほぼ10年ぐらいかけました PTBL だけでも私の国ではかかりました。 我々はやはり行同時並行して作業する必要があります。まず長期的つまり10年とか10年以上かかるような草案にかかるものを作りながらそして誰もがすべての議員がそのドラフトを始めなければいけないんです草案は。というのはいつ必要になるか分からないし。 まあそれをいいいつ執行しななきゃいけかかも分かりませんですからそういう作業は続けながら一方短期トラックであの規制のサンドボックスをするということは重要です。つまり規制のサンドボックスをフォアラーアップしてその法律を実際に制定するということが重要です。そうでなければ テクノロジーがどんどんとその立法化をしている中で変わっていく中でその全ての側面に対応するのは不可能だと思います。おっしゃってるのはあのいくつかのそう、まあ、あるいは時間のスパンで考えないつまりより持続可能な長期的な法それからもう一つは特定の分野でその経験を積むための実験的な法律と立法化ということですね。はいそううです私も似たような 考えで発言しますけれどもやはり時間だけではなく我々使う手段というのも変えなきゃいけない法律だけではなくてソフトな法律そして枠組みなど徐々に応用できるようなものも必要だと思います。もももちろん目的にもよりますけれども例を挙げると 分断化ルールの分断化というのは特にヨーロッパを見ると分かります。内部域内市場の分断化に対応するためにはやはりきちんとした法律が必要ですあのそうでないと国域内市場が分断化するされるからです。一方で行政的な行動が必要な分野もあります。我々は 議会からかなり監視されています行政府はこれを他のコンテクストにも適用するべきなんではないでしょうか。でここではやはり柔軟性がが必要要でですすとというののはタイミングの問題がとても重要だからです民主主義においては人々の期待に応えなければなりませんし人々の時間通りにそして 様々なことを実行していく必要がありますそれが必ずしも実行されていないという現状がありますいろんなネパールにはツールキットというのがあります例えば60日間有効だというものもありますしまた法律が改定される場合もありますまた国家のセキュリティ安全保障に関連するものであればテクノロジーは 例えば、六十日間有効であるとか、六十日間でその制定できるとかという場合もあります。え、例えば、あ、このクリプトカレンシーの問題というのが、あ、あった場合。ネパールというのは、この、か、え、外、貨に対して非常に厳しい、規制があるわけです。私たちはこれがなんだかわからなかった。そのボラティリティもわからなかったし。背景に何があるのか、まあ、ブロックチェーンのテクノロジーしか知らなかったわけですから、そういったことに関するツールという。 ものがあってそしてまあ、その急速に変革をするテクノロジーに対応していますやはり研究者あるいは学術界と緊密に連携をしてそしてイノベーションやってる人たちからどういったものがあの発生するのかということを聞くことも大事だと思いますそれによって新しいイノベーションからあまり遅れずに済むこともできると思うんです ああとどのぐらい時間ありますすかか少し時間残ってるんですかマイクがあるみたいなので会場の中の皆様から質問をお受けすることもできるかもしれませんが中には是非質問したいという方がいらっしゃればどうぞご自己紹介をしてくださいそしてコメントあるいは質問してください。ありがとうございます サムジョージガーナの議員です。サムジョージと申します。で、まあ、あのいろいろなあ。ことについて言及してくださっていますが、アフリカの議員を代表しまして、私は？ ネパールにのプラットフォームに、まあ、とても近いと思いますサウジアラビアには富があります、まあ、ジェンを、まあ、プッシュする富がありますし、まあ、EU には力があるわけですから、えー、そこで、まあ、私たちが対処しているプラットフォーム、えー、つまり信頼できるインターネットを考えた時にはヨーロッパとかアメリカ欧米を、まあ、模型にしモデルにしているわけですけれども。えー 今まで一度もアメリカの議員が IGF に参加していませんよねこの何年間かの間に彼らのプラットフォームですけれども、まあ、その彼らのこういった不参加というものが誤解を生んだりあるいは不信感を選んあ生んだりしていると思います。昨日アメリカのクラウドあ クラウドに関する法案の話をしましたえこれによってアフリカの議員アフリカのインターネットのユーザーがリスクにさらされるわけです私たちが米国ベースのプラットフォームに乗っかってるわけですからえ信頼できるインターネットといった時にグローバルなスタンダードというものを私たちを確立したいわけですえアフリカの視点というものが こののプラットフォームの中に反映されるべきです法律が法案が通った時には私たちというのは全く考慮されていません。私たちの文化だったりその規範のようなものが無視されているわけです。信頼できるプラットフォームインターネットといった時には。 こういった、えーまあ、ノン・ステートのアクターだけではなくてつまり、えー、例えば2024年を目指しているという時はアフリカ大陸にとっては民主主義そして選挙の上でも大事な年になるわけです。私の国でも、えー、選挙がありますし70カ国ぐらいの民主主義国家が選挙をするわけですから、まあ、例えば北朝鮮とか中国とかロシアアメリカ。 そういったところ誤情報偽情報の発信源になっている国があるわけです多くの政党が私たちの国の政党がまあ選挙対戦 に入るわけですけれども、彼らがこういったまあ偽情報や偽情報といったものがプッをどんどんと押し出したりするわけですから、このまあノンステートアクターでそしてまあ国家のアクターと関連している人たち、こういった人たちに対しても責任を果たしてもらいたいと思います。このやはり偽情報に対応してほしいと思います。アフリカの政府がアメリカの政府が失礼しました。これは積極的にこういったビッグプランに 対して対応しているというふうにはとても思えないんです。まあそうは言ったとしても。 まあ、あのアフリカの議員にも責任がありますアフリカ大陸にも責任がありますヨーロッパを見た時にヨーロッパはまあ集団的なまあ個人としては個,々個別の国としてではなくて集団的なまあいろいろな力を発揮しています auc としてはできればといいますかこの統一した集団的なえまあ政策の枠組みといったものをまあその大陸としてえ作ってそしてその集団としての声をこのテーブルに 乗っけるべきだと思いますありがとうございましたあなたはもちろんあの議員さんでいらっしゃいますからこのトラックの責任者の人に対してアメリカのま議員にも参加してもらうように少しあの声をかけていただいたらいかがでしょうか私たちからは何も答えはできないんですけれども何か ありりまますすか、はい、あのおっしゃる通りだとだ思います小国・途上国は EU が持っているようなこの集団的なあその交渉力というのがないわけです。もしネパールが安全じゃないということになれば他の国もそうです。 やはりインターネットというのには国境がないわけですからそういった意味では私たちは一致団結して会話をしなければなりませんこういった共通の社会悪である偽情報情報に対応していかなければなりませんそしてフェイクニュースにも対応しなければなりません。 そそれこそが私たちが主張しななけければいけないことでえそのミニマムスタンダードが何なのか私たちが準拠しなければいけないコンテンツのモデレーションは何なのかどういう制限をこういった撤をて テクノロジーのプラットフォームに私たちは貸すべきなのかそして小さな会社が革新をしようとしてもどんどんと遅れていってしまうわけですなぜかというと十分なデータマイニングされているそのデータにアクセスを持っていないわけですからではイノベーションを実現するためには私たちの国の小さな会社はどうすればいいのかということでおっしゃるとおりだと思います。 市民、を安全に、そのあ守るための、ものを、そういう確立するべきだというふうに考えます。ありがとうございました。どうぞ。ありがとうございます。ネパールのビーセクターと申します。とても興味深いセッションでございました。議員。 のお話によりますと、いろいろな努力がされてますけれども、しかしこれからも残された作業は多いです。インターネットをよりオープンでアクセス可能なものにするためです。で、議員として、そして政策立案として、皆様はどうやって で、このプロセスに若者を参加させるんですか？つまり、あの信頼を作るというその効果を増幅させるためです。つまり議員に聞きたいのは、皆さんはそれぞれの地域で、あの若者も取り込んでいくつもりですか？つまり、インターネットのセキュリティ、それから信頼性を高めるために若者を動員するんですか？と動員する計画はありませんかと。ありがとうございます。いい質問いただきました。まあ私は。 こういった興味深い点というのを若い人そして若い有権者まあ,ま,あまあ今後ですね政治社会的なディスカッションに参加することになる人たちに対して。 明確なメッセージを出そうとしています彼らが関与しなければそして彼らが関心をなければもちろん機関とかあるいは社会が若者に対して参加するためのいろいろな制度を立ていることも重要ですがしかし彼らがそれを拒否したら他の人が彼らの代わりにやりますよとつまり全ての政治的な勢力機関は彼らに対して若者が中心だと言います。彼らは 将来じゃなくてて現在だと言っているわけですしかし残念なことにそれはフェイクです。というのは制度上例えば選挙のためあるいはまあ既存の権力者のため全てが古い世代の人間の手に握られていたらでもちろん生理学的な荒さもあります。まあ、それから中にはあの 病原学のようなものもありますけれどもまあほとんどが生理学的なものなんですけれども彼らがこのプロセスにの一部だと若者に感じてもらわなきゃいけないそうでなければまあもちろん若者については全然関心はないとあの老人しか関心がないということは決して政治家は言いません。でも決定をする人たちが その年を取った人たちだけであったら若者のニーズそして彼らの利益というのはやはり排除されます。そして全てはレトリックであって 現実ででははなくなくっっててしまうんです彼らにとってはで私はこのような大きなトピック例えば気候変動などについて若者が世界的に団結してそして政策もそして制度なども勝て続ける勢力になりました同じことをやはりやるべきだと思っているんですもちろん部分的にやってますけれどもただこの分野ではそれほど勢いがない。 わけですねですから若者はデジタルシティズンシップとかあるいはデジタル権利とかあるいはグローバルなインターネット AI についての理解情勢とかそういうことについて若者は貢献できる部分が大きいですのでですから彼らをもっと関与させるように我々がプッシュしなきゃいけないと思います。おっししゃる通りだととと思いまますす私私個人のことを話しますと私は もう8ヶ月前にに議員になりましたそれまでは民間にいました。で政治の世界に入ったのはあの年高齢者の世代というのが気候変動などいろいろな悪に対して有効な 解決策を取ることができないと考えたからですつまりあの行動を起こさなきゃいけない分野に対して行動が起きないですから行動を起こすことが何,何よりも重要だと思いますこのダイログによりアクティブに関与している若者にもっと関与してもらいたいと思いますで、その方法の2つとして1つはあの まあ今大変あの若者をの気を削ぐようないろんなレトリックがあります。ですからあ,のある政策が彼らの日常生活にどういう影響を与えるのかこの政策がなければ彼らの日常生活にどんな影響が出るのかというように細かく分けて話をするということが私は重要だと思います。これはリガリーズ リーガルネパリと言います。つまりあの本当にあの法律の細かいあのあれを難しいところを日常の言葉に戻すということです。それから皆さんが今ナレーティブを作らなければ誰かが代わりに作ってしまってそのナレーティブを15年後変えることは非常に難しくなります。でその頃本当にその悪影響が出てきてしまう時に誰もナレーティブを変えることができないと思うんです。 ありがとうございますおっしゃったことどういたします私が申し上げたいかったこと確認したいことを全部おっしゃってくださいましたがサウジアラビアではちょっと状況が違います大半は30歳以下です人口のですから全て我々がやっていることは若者のために若者と一緒にやっています。で全てのセクターで 若者のための要件に対応してますし彼らの意見も考慮してあらる方向で彼らの意見を考慮してます。この3人の人議員 というのは多分議員の平均年齢を下回っていらっしゃいますねであの西洋の大国では議員というのはもっと高齢ですヨーロッパもそうです、まあ、サウジアラビアはもちろん人口の年齢分布が他の国とは違うというのはよく分かってますでは最後の質問をいただいてその後コメント浅まり君と申しますこんにちはパキスタンから参りました質問があります モデレーターのお隣に座りの女性の方に質問したいと思いますあのア,ラビア,あのアラビア語といいますか中東の方だと思いますので、えーまあ、インターネットのアクセスの問題ですけれども、まあ、政府の中にはあるいは国家が政治的な恩恵のためにインターネットを閉鎖してしまう場合があります。ですからインターネットへのアクセスというのは全ての人間の基本的な権利だと思うんです。 インターネットをブラックアウトするというか閉鎖してしまうということ、まあ、政治的な理由のそういったことをさせないためにインターネットガバナンス このプラットフォームでインターネットガバナンスに関して何ができますか例えば私の国では今年完全に三日間四日間政治的な理由でインターネットがシャットダウンされました、まあ、この人たち私たち国民のデジ,タルデジタル的な教育を受けた人たちから権利をこうやって取り除く その取ってしまうというのはどうしたら対処できるんでしょうか解決することができるんでしょうかあの質問の趣旨がよく分からないんですけれどもはいですからインターネットへののアクセスというのは人権ですからインターネットを国家が閉鎖してしまうシャットダウンしてしまうということはまあその人権侵害になるわけですから。 IGF はどうしたらそういった問題を解決できますか政府にそういったことがさせないし,しないためにどうすればどう何ができますかとインターネットへのアクセインターネットがシャットダウンすることですね国家がインターネットを遮断してしまうという意味です私たちの場合はそんなことは起きてないですでも質問です まあ、あの議員に対してということであればインターネットが遮断された場合、はい、そうです例えばその国に政治的な不安定な状況があって政治的なその理由からインターネットを遮断してしまうということなんです。例えばパキスタンででそれが実際起きたんですどういうい規制を あるいは法律というものを導入すればそういったことが起きないようにできますかという質問ですそのそれは IPU に聞くべきですよね IPU が答えるべきだと思いますまあ、それに関してはベストプラクティスを採用するべきだと思います他の国ではどうしていたのか つまり、インターネットへのアクセスをコントロールしてはいけないということですね。私の方からちょっと補足したいと思います。いくつかの側面がこの質問にはあると思います。私、18回 igf に参加しています。で、初期の段階であの実際接続する権利について話し合いました。まあ、電気通信の話でえー、まあ。 つまりその遮断するという権利もあるんではないかという,うな話題も出たことがあったんですけれども人権をその表現の自由というふうに考えた時にやはりこれは認められている権利なんですけれどもアクセス権。 自由にアクセス権を持つということつまりお金を払わずにアクセスをできるかどうかということですよねこれは経済的な問題でもありますコミュニケーションの権利そしてすべて無料なのかあるいは新聞は有料ですよねテレビは有料ですよねとかまあそういったことがありますそしてもう一つまあいろんな地域によってあのその決まりは違いますけれども例えば 自由その表現の自由、情報の自由に対しての制限です。ヨーロッパでは表現の自由とかその情報の伝達の自由に対して制限することができます。それは国家レベルでのまあ法律で決まってたりしますし、人権委員会がたまた きちっと議論するものもあります。えそしてコミュニケーション、まあ緊急時のコミュニケーションはどうするのかとか、そういったことも関係してきます。いずれにしてもこれは可視化が必要でありますし、えそして 正しいその措置はどうなのかとか緊急事態というのはどういった状態なのかとかその定義だったりとかそういった法律が実際に適用されたのかとかそういうヨーロッパのアプローチというのがあって少し他の地域と違うかもしれませんがまあ,あの実際にそのいろんな行政機関の力というのを考えてみますと。 え、これはやはり議員の仕事だと思いますよね。議員が、え、必ず、え、こういった問題に対処するように、え、政府を仕向けるべきだと思います。何か、あの、大対策があるのかどうか、え、民主的な、あ、プロセスがあるのかどうか、え、そして、基本的な人権侵害がされているのであれば、例えば、例えば、選挙の期間中にそういったことが起きた時には。 議員が働きかけるそしてもし議員,その議員がそういったことができるのであれば政府に責任説明責任があるということですねその通りなんです。それは他の方法でやることができますかとこれは合法的な目標だったのか目的だったのかどうか。時には このインターネットへのアクセスへの自由というのを劣化させるこれが原因になってしまうかもしれません、まあ、合法の課題問題だったかもしれないけれども今おっしゃったように政治的な理由からあるいは政治的なゲームとしてですねその遮断をしたということで、えー これは原理原則に関連してくることですからそれに対しての共通の理解が必要です。インターネットへの自由を制限するということはそのよっぽどの理由がなければいけないそしてそれは表現の自由と同じようにとてもセンシティブなトピックです。 それに関しては共通の理解を促進する必要があります。ま今はインターネットをちょっと別個に考えている向きがあります。つまりインターネットの分断とか細分化という話はしてましたけれども、この今のお話というのは逆方向に向かっているということですよね。えインターネットというのはえよりこの世界が結束するためだということなんです。 えー、ありがとうございました。このセッションを終わるのに、もう非常に素晴らしいお言葉をいただきました。もう時間がなくなりました。あ、是非、あの皆さん。 IGF の IG の議員ととお話しできるる機会はこの後あると思います IGF にとっても付加価値となりそして議員のためにもこれは役に立ったと思いますさらにこれを拡大して次回はアメリカの議会の議員なども是非参加させたい参加してもらいたいと思います。ということで皆様本当に興味深い議論ありがとうございましたいろいろと学びました。 特に議員にとって何が重要かを知ることができたのでありがとうございます。